それでは絞りを設定してみます。まずこちらのメニューボタンですね、真ん中のボタンを押します。そして撮影モード、またメニューボタンを押します。そしてここをダイヤルを回して変えます。 A ですね、 A のところにして真ん中のボタンで決定ですね。そしてこちらのダイヤルを回して、こちらですね、絞りの数値が変わりました。またタッチパネルでも変えることができます。こちらですね、こちらを押すとまた先ほどのこういった出てきますので、このダイヤルでこのように変えます。真ん中で決定で、こちらをまたダイヤルを回して数字が変わりました。